ばあちゃんの馴れ初め。都会から越してきたばあちゃん、学校帰りに物珍しさから売り棒にちょっかいを出して親イノシシが出てくる。剣道少年の地元民じいちゃん颯爽登場。イノシシを木刀で撲殺。都会女と何話せばいいかわからず、無言で仕留めた晩飯を引きずって帰る。寡黙でクールなじいちゃんにばあちゃん惚れて猛烈アタック。地元男子都会の女は怖いと戦慄させるも、おぼこいじいちゃんを仕留める。母の馴れ初め。小学生の頃、一人山を探検中罠にかかった。売り棒を見つけ好奇心で近づくも、親イノシシ登場。山の持ち主の孫で山菜を取りに来てた中学生の父、イノシシの気をそらし、母を抱えて山を下る。その後、父一族により、イノシシは晩飯になる。母は、かっこいい大人な父に惚れ、都会の血が騒ぎ猛烈アタック。あの一族の女は恐ろしいと、知らしめ数年後、父を仕留める。以上のことから、母方地元では、あの家の女がちょっかいをかけたイノシシを仕留めたら、仕留められる、と恐れられている。多少大げさな脚色はあるだろうとは思うけど、そんなのの孫兼娘の私は、現在高2の女子。お盆に母方実家へ行くのだが、イノシシとの開口はあるんだろうか。母と祖母からは、いい旦那を捕まえたければ、積極的に、売り棒に喧嘩を売って、連れた男を借りなさいと言われたが、売った方がいいんだろうか？ちょっと、期待してる私がいる。そんな我が家の馴れ初めの話。